こんにちは、沼です。パワプルアプリやっていきます。今回は、明日に迫ったフリート高校、少し新情報が出てきましたので、そちらを皆さんと一緒に確認するのと、あとは、新キャラの妄想雑談をやりたいと思います。まあ、どういうキャラが一緒に使うといいかとか、あとは、まあ、イベントの前後どっちなんだろうなとか、まあ、こういう使い方ができるんじゃないかな、なんていうことを、皆さんと一緒に妄想しながら、明日楽しんでいければいいかなと。いうふうに思います。よろしくお願いいたします。でですね、フリートの方が少しだけ新情報が出ていました。で、まずこちらですと。まあ、船積みタックの画像ですね。まあ、この裏の経験点がどれくらい取れているかわからないんですけど、左上の方のカンパチのタックで青の積み荷がめちゃめちゃ増えているのが見えますね、ということで、まあ、タック、もしくはタックじゃなくても、その船積みされる荷物のバーゲージは、まあ、まず加算されるっていうところと、タックで積んだ時の荷物量はかなり大きくなるんじゃないかなというのが、まず一つの新情報としてあります。で、この画像の下に一緒にこう添えてある文言がありまして、ストーリーは、球場を備えた超巨大客船、クイーンオブフェスティバル号を手に入れた助決、オクタビアが甲子園優勝を果たすべく船を航行にしたフリート高校を設立するところから始まります、ということで、船積みタックに関しては、まあ、このバーゲージがかなり伸びるよっていうところと、あとは、この裏に、ちょっと暗くなっているので分かりにくいかもしれないんですけど、各練習、打撃と精神ですね、に、ベルがついておりますと。なので、ベルに関しては、タックじゃないメンタルの方にもついてるんですけど、まあ、練習二つくらいに、まあ、毎回つく感じになるのかなという予想はできますよね。なので、ここがランダムなのか、何か条件があってベルがつくかはまだわかりませんが、まあ、そういったことで、まあ、準備はしていけるのかなというふうに思います。あとは、まあ、ここは役割をかなり分散させないと、いろんな船積みができないので、まあ、そこも頭に入れてデッキの構築はした方がいいかなというのが、まあ、この画像一枚からだけでもわかりますね。という、こう、妄想が本当にはかどるんですよね。こう、新高校の一個前っていうのは。なので、ちょっと皆さんからもね、僕はこう思います。私はこう思います。みたいなことがあれば、ぜひぜひ置いてってください。で、次の画像が、こちらですね、と。で、練習画面ですね。で、練習画面からわかることが、まあ、船積みの積載率、ここが表示されているよというところと、あと、昨日、パワプロ TV で瀬戸さんがおっしゃってたんですけど、まあ、この積載率は 100% を超えることができるということで、まずその積載率に関しては、まあ、もっともっと詰めるのかなと、まあ、どれくらい詰めるのかなというのが、まあ、注目するべき点かなという話と、あとは、この、積載されてる荷物の種類を見ると、もしかしたら、なんとか固め、まあ、変化固めとか打撃固めとか、型固めとかわからないですけど、それで、こう、役割がばらつかせられるようなことであれば、この、なんとか固めがもしかしたら強いかもしれないなと。で、なんとか固めといえばもう本当に打撃固めが一番強いっていうのは、まあもう過去こうやられている方々、そして、いろんな上限の様子を考えると、まあ強いなっていう感じはしているので、まあ、打撃固めとか変化固めの固め系タックを組める構成っていうのは結構面白いかもしれないなというふうに思います。合わせて出航ボタンが、画面の真ん中ぐらいについております。で、これが、ベルに関しても、あと何個で3つ目ですよっていうのが溜まっているので、まあ、その各練習を踏みながらね、出航を繰り返して、積み荷を下ろしてっていうタイミングも、まあ、なんとなく分かっていくのかなというふうに思っております。そして、フリート高校の記念キャンペーンが行われるようですと。で、7月31日のメンテナンス終了から、8月19日の2時59分まで、キャンペーン期間中にフリート高校で育成完了することで、CP 積み荷を入手して、アイテムと交換できる積み荷でアイテムゲットキャンペーンが行われますと。これ嬉しいですよね。これで、まあ、ゲドウとかもらえる感じだとかなり嬉しいですし、あとは、この積み荷の量をポイントとかに換算してくれて、自分が欲しいもの、招き猫だったり、友達スタンプだったり、それこそ僕だったらゲドウだったり、に交換できるようなシステムだとより面白いですね。まあ、より面白いというかよりありがたいですね。はい。そして、
新シナリオのフリート高校の将棋 SP がダウンかなと、ガンダーマッシュグラーの発生確率が上昇しますと。まあ、これは嬉しいですよね。やっぱ新高校始まったら普通に厳選もしたいですし、まあ、すぐに厳選するかって言われたらすぐにはしないかもしれないんですけど、まあ、本当にやり込むというところでは、こう、消費 SP がね、ダウンしてくれるのはありがたいかなというふうに思います。そして、第2弾のキャンペーンまで決まっているようです。8月12日の2時からと。スタジアムで獲得できるメダルが増量しますと。また、調子ダウンアイコンの出現確率が上昇しますということで、フリート高校の配信キャンペーンがすでに2つ決まっているようですね。で、8月12日から15日までなので、まあ、そこの後ぐらいから甲子園始まるのかなと。で、甲子園が終了してから、ついに826キャンペーン来るのかなというふうに思っております。なので、まあ、非常に楽しみですねと。で、デビューガチャのフリート高校の話もちらっとあったんですけど、詳細に関しては何も載ってはいなかったので、今回は割愛させていただきますというところですね。以上が今のところ出ている新情報となります。そしてここからは、皆さんで妄想しましょうの回ですね。新キャラの話をしていきましょう。で、新キャラのまあ、画像内容に関しては、まずはこちらですと、縦橋と沖野海里くんですね。で、まあ、勝手な予想をここからは僕が話をしていくので、鵜呑みにしないでいただいて大丈夫です。ただ、妄想して皆さんとコメントで交流して、ただ楽しもうという話なので、それがま、別にそんなん興味ねえわという方は、ブラウザバックしてください。あ、ちょっとなんか面白そうだから乗っかってみたいですわという方は、ぜひ見ていってコメントしてください。よろしくお願いいたします。で、まず、縦橋ちゃんですね。で、縦橋ちゃんに関しては、おそらく、マイベでしょうと。まあ、総力上限でモネと役割が被っているっていうのと、多分これで前後を入れ替えることはないと思います。まあ、モネをより使いにくくするために、マイベの総力上限として入ってくれば、まあ、使いやすいと。まあ、縦橋ちゃんを普通に刺しやすいというところで、多分、前かなと。で、金の特殊能力に関しては、おそらくこの形だと確定なんじゃないかなと思います。結局その2個取りできない、得意練習2種練ない、まあ、総力上限があったとしても、まあ、まあ、どうなんだろうなっていう感じなので、現状の評価はね、僕の中では。なので、まあ、金特ぐらいは確定なんじゃないかなというふうに思います。そして次、沖野海里くん。沖野海里くんはおそらく後イベでしょうと。で、なんで後イベなのって言われる話なんですが、まあ、結局、この、有能どころを、こう、後イベに最近固めている印象があって、まあ、最近しっかり、あとは野球マン5号ですよね。これがまだ使い道出てないので、多分そろそろ来ると思うんですよ。で、野球マン5号が出てきて、総力バーストで出てきた理由って、この縦橋を刺して5号使ってくださいね、だと僕は勝手に思ってるんですね。なので、そこを組みにくくする。まあ、沖野海里くんは多分後イベなんじゃないかなと思います。で、最近、タッチのイベントで入ってきた新田くんと、まあ、新アーチ組めて強いんだろうなっていう風潮をツイッターなんかでも感じます。でも僕はそれちょっと懐疑的で、結局その新アーチが、まあ、どれくらいこう点数取れるかってわかんないし、なんかその新田くんが後イベなので、まあ、沖野くんも後イベに合わせてきて、もう後イベ救急で誰も入れれんばっていう、状況になるんじゃないかなって勝手に思ってます。最近結構予想当ててるので、これはまあ多分後イベかなというふうには思います。まあ沖野くんが前イベとかだとかなり使いやすいし、まあ後イベだったとしても使うんであればもう本当に佐伯抜きを真剣に考えて使っていくのかなという感じになると思います。で、まあ佐伯の方は王子佐伯、まあここを使っていくことにはなると思うので、まあ、僕的には多分、沖野くんは、まあ、現状使いにくいんじゃないかな、というふうには思います。もちろんその新アーチ、新アンダ製造機、まあ、この辺がまた、新たにこう、いろんなキャラ増えてくるにつれて、まあ、真の力を発揮してくる、かな、というふうに思います。で、まあ、新田くんとの新アーチは強いけど、多分、ぶっ壊れっていう感じではないと思います。結局、ま、総一郎を使うのかなって、僕は勝手に思っているので、そのあたりは、フリート高校が解禁になった時に、
お、ネモさん合ってるやん。よかったよかった。結構やるやんってコメントしていただくか。お、ネモさん重く掃除しとるやん。大きいのマイベヨン。全然やんって、なじっていただいてもどっちでも大丈夫です。とにかくまあ皆さんと交流の機会を増やせたらいいなというふうに思っております。そして、まあやはりこっちですよね。次のカジ、マスト、そして合わせ、マリナちゃん。で、僕は、カジ君は前、合わせちゃんは後イベだと思います。で、カジ君に関しては、その、現状、マントル高校で、ピッチャー作るとして、まあ、その前提なんですけど、まあ、その、対抗馬が風なぎ、そして闇の、まあ、この辺になってくると思うんですね。で、まあ、風なぎと復活が被っているっていうところ、そして変化球の、前枠空いているところ、まあ、闇のとの、こう、兼ね合いで、まあ、前イベだったらさせるって感じなのかな、というふうに思います。正直、後イベで出たら、まあ、使えんなっていうふうに、もう思ってしまいますね、僕は。もう、後イベマントルの投手って、まあ、南ちゃん確定、そして、まあ、オクタビア確定、ここまでは多分、もう、ま、どんなに、こう、いいキャラ出ても確定だと思うんですよ。本当に、オクタビアのポジションを、揺るがすようなキャラが来なきゃ、まあ、まずこの2枠は確定。そして、博多アスネも僕の中では、まあ、外せないキャラになっていて、すでに3枠が確定。なので、これが後イベで入ってきても、まあ、使えない、正直。後イベで入ってきたとすると、今僕は後用のデッキを組んでいるので、まあ、虹谷との戦いになると。で、虹谷との戦いになった時に、まあ、どうだろうなと。まあ、持っているコツとか、おっと、風で水がこぼれたぞ。はい。持っているコツとか、あとは技術ボナ。これがあるかないかとか、まあ、何の基礎ボナが入っているか、もしくはないのか、まあ、この辺が大事になってくるかなと思います。まあ、持っている徳能が精神系戦士系なので、まあ、精神だとかなり使いやすさはあるかなと。いうふうには思いますが、こればっかりは、その第二得意練習が肩なので、まあ、おそらく技術かなっていう感じは、して、まあ、そうしないと変化と肩、まあ、両方に、生きるような基礎ボナにはならないので、まあ、あったとしても技術かなって感じはしてます。まあ、ないパターン、そのタックボナがかなり強いっていうパターンもあるので、まあ、どっちかわからないですが、基礎ボナがあるとすれば技術かなというふうに思います。まあ、スペック的には、カタログスペックは両方金属取れれば当然強いので、まあ、その辺は、ちょっと使ってみて判断はしたいかなという感じです。そして、今回メインでやろう。合わせちゃんと。で、合わせちゃんに関しては、まあ、後イベでしょうと。まあ、再起潰しのところですよね。再起、通常再起を使わせないっていう、こう、なんかこう、流れを、やはり北斗高校ぐらいから少し感じています。で、まあ、そのあたりは、やっぱり、こう、合わせちゃんも後イベに合わせて、沖野海里くんとね、二人でもう後イベ救急にしてきて、こう、選択肢をなくして、まあ、再起を外させよう。もしくは王子再起を使わせよう。っていう流れがあるんじゃないかなと思います。なので、多分合わせちゃんも後イベかなというふうには思います。なので、まあ僕的にはなんですけど、まあ王子再起、そして野球マン5号、合わせちゃんって、もう後イベ救急だと思うんですよ。なので、前ベは変えられる枠あると思うんですけど、後イベはまあこの3枠で、まあほぼほぼ決まりなのかなと。もしくは王子再起使わないんであれば、また、沖野海里くん入れて、アーティストで、まあ、に行ったとかも可能性ありますし、まあ、沖野海里くん、もしくは青瀬ちゃんが、まあ、どっちかがマイベイの場合はまた話変わってくるので、まあ、その時は、ああ、ネモさん全然予想外しとるやん。笑っていただければいいかなっていう感じです。ただ、この動画の趣旨っていうのが、その、妄想をして楽しもうなので、特にこの予想を当てようっていうことではないです。勝手に僕がこういう風に予想して、まあ、そのガチャを引く前に、まあ、ガチャを引いた時に、こう、スッとこう、イベントデッキを組めるような、そして、また情報が出ると思うので、その時に、ああ、じゃあ、この形だったので、まあ、想像していた通りのデッキを組めばいいなとか、ああ、これ、後イベ、前イベ逆だったんで、じゃあ、こっちのデッキ想像しといたから、まあ、こっち使えばいいな、みたいなことを皆さんと一緒にやれたら、事前準備ができるかな、という話の動画になりました。で、まあ、もっともっと話したいこといっぱいあるんですけど、もうすでに15分ぐらいになっているんで、ここらで今回はやめておいて、明日のフリート高校に備えられればいいかなと思います。結局、どのキャラが使える使えないは詳しくはやれなかったんですけど、まあ、デッキ案としてはやっぱ野球マン5号はそろそろ使えるんじゃないかっていう話と、後部に関しては、まあ、再起。まあ、ここを使っていくことになるのかなというふうには思います。で、再起を外すんであれば、新田くんと沖野くんのダブルの、
利用、まあ、仕様が、まあ、使っていけるのかなっていうところと、あと、アイトウベでは、まあ、彼女の、アスミちゃんもね、そろそろ使うと思うので、まあ、そのことも考えると、まあ、アトイベ救急にしてくる可能性は結構大かなっていう感じはしています。皆さんはどう思われているでしょうか？ぜひぜひ、コメント欄で感想いただければ嬉しく思います。まあ、ここ、フリート効果あと1日ですが、妄想しながら皆さんと楽しんで、フリート効果も楽しんでいければいいかなと思います。よろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。少しでもこの動画が面白かったなっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、ツイッターのアカウント名も書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。